たい。今日は眠たいな。眠たいけど一本動画撮っていきましょう。どうも、ザラシです。今日はね、このおしゃれになりたいタワーバトルってやつ、これやっていこうと思います。動物タワーバトルのパクリみたいな、ピーナッツくんのキャラクターが出てきて、動物タワーバトルみたいなゲームですね。ちょっと前に、コモラさんがやってて、2、3日前に。じゃあ、昨日かな。それ見てやろうと思って、やります。ちなみに、このバックの後ろに流れてる BGM は、バーチャル YouTuber の、北かなアムニさんっていう方がね、なんか作ってくれて、嬉しいやらっていうことでね、使っていきます。なんか、よくわかんない曲なんだけど、なんかよさがよくわからない曲なんだけど、良さっていうか、良いも悪いもわからない曲なんだけど、こう使っていくうちになんか慣れていくかもしれない。このおしゃれになりたいピーナッツくんの後ろの BGM を消して、これでやっていく。この上と下って何ができるんだろうね。あ、下を 見るって感じか。判定もできるよ。すごじゃん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 。ミスターダブルブレインデニムくんが持ってたり2つ。この人なんだっけ、ジャンモジさんみたいなキャラクターなんだけど忘れたな。あー、失敗した。リトライ。1000ぐらいいったらここに名前残せるね。残したいね。リトライ。でーん。ラババン君。ラババン君っていうキャラらしい。でもこれ。あ、コットンキャンディーちゃんじゃないですか。これピーナッツくん描いたのかな。めっちゃ可愛いよな、コットンキャンディーちゃん。コモラさんですね。これあれ、ミスターダブルブレイの犬じゃないか。ミスターダブルブレイの犬という認識しかしない。ジャンモジさんみたいなやつ。ダメだ、これ出す前に回転させようと思ったのにクリックしちゃってる。これちなみに2人で対戦するってのもあるんですけど、対戦するを押したら全然マッチングしなかった。コバルト田中、ルッルル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 、似てない。コバルト田中のモノマネどうすればいいんだ。デニム君重ねてもうなんか一気に500ぐらいいけそうだな。デニム君1体でスコア290だから、デニム君2体縦に並べるだけでスコアが582ですね。まあそうは問屋がおろさんのだろうが。パリピさんだ、パリピさんだ。難しいな。あー、誰が見るんだこの実況。誰が見る。もうちょっとこう、もうちょっと気合いの入れた実況した方がいいな。ちゃんちょ。ちょっとよく出るな。なんだっけな。ジャンモジさんじゃないんだよ。チャッカマンみたいな。お、めっちゃピシッと立つ。これ2個いけるんじゃない、同じところに。ピシッ。あ、いかん。ちゃんとこう切り抜かれてる。壊れたながら。壊れたながら2連チャン。回転させたいな。こういう風なところ、こうやってハサミをウィーチョ、おーセーフ。壊れた中多いな。壊れた中率の高さよ。ここがなんか乗っけていけれそう。これなんだこれ。グローバルキャットちゃん。おー、耐えた。649ニンニク。これ難しいね。多分これでミスるだ。そうなるよね。くぅ、
デニムくんはね、デニムくんはね、いいよ。あ、岡山のご当地あのゆるキャラとしてデニムくんを岡山採用して、岡山じゃなくていいな、あの倉敷でいい、倉敷っていうかあの小島のあたり、公式キャラクターとしてね、あ、レオブタだ、公式キャラクターとしてね、デニムくんをね採用してほしい。小島のデニムくんはね、それぐらいデニム、デニムといえば小島って、ヤギハイだ、いいねこれ、豚、レオブタとヤギハイが並んでる、並んではないけど、ピシッ、あー続行ー、無理かー、無理かー、パリピさん、パリピさん、パリピさんのなんかこの重量のあれおかしい、正面ちゃんちょ、正面ちゃんちょ起きるの場所はないね。いやー、みんな死んじゃった、催眠音声みたいになってる。いいよこのまま、2時間でも3時間でもやってやる。お、やっとゾンビが、ゾンビちゃんが、この子ね可愛くできると思う、萌えキャラができると思う、燃やせられると思う、燃やそうと思えば、もうすでに燃やされてそうだよね、探せばね、燃えさせられてそう。これ合体できるんじゃない、いい感じに、あー合体とはならなかった。覚醒の BGM になってる。せっかくもらった BGM なんで、もうほんと、すりまくってね、ごま油じゃないけど油が取れるぐらいまでこの曲は使っていこうと。ちなみに天目芝というタイトルをいただきました、いただきましたって考えたんだけど、ワンメシバっていうね機能性食品のあれでちょっと今禁止になっている食材ですね、そういうものがあるんです。いいんじゃないですか、これ今過去最高を記録しています。しかし現実は残酷。いいんじゃないですか、ここにビシッとくればいい。おっとおっと、これは非常に大変なことになりそうですね。ほっ、いいんじゃないでしょうか、807、いいんじゃないでしょうか。ここでピーナッツくん独り立ち、ピーナッツくん男立ち、これ決めたらぐっすり眠れる気がする。このベシッとこの上に立って、ベシッとバシッと、いいんじゃないですか。おおお1000超えた、1000超えた、パリピさんで、パリピさん、ピーナッツくんのようにパリピさん、これいい感じに乗っけたら、この三角の部分が頭のところにきっちり乗るんじゃないか。やーって、うわー、惜しかったねー。あれ、俺の今のスコア1000超えてたって、あれーあれーって言うとこ、あれーっと、ってことでおしゃれになりたいタワーバトルでした。皆さんね、気になった方はぜひやられてみてください。ほなまた。